レッスン終わって帰ってきました。皆さんは何中ですか？何してんだろうみんな。私はレッスンで帰ってご飯食べて急いで帰ってきました。左友の配信見てます。そりゃそうだろう。今うちは作ってます。え、嬉しい。え、近々来てくれるの？明日行きます。え、嬉しい。嬉しい。明日の公演で配信の告知してね。明日の公演、めぐみの卒業公演だからできないかな。そこはね、できないですかね。ということでね、ちょっとね、声がガスガスなんですけど、はい、あの美人百花、昨日4月号を読んだので、5月じゃない3月号を読みたいなと思っております。じゃあ顔薄くてちょっとごめんなさい。眉毛も描いてない、何にもコンタクトしか。ファンの方が3月号を送ってくださいました。メイクしてないよ、ナチュラルメイクではないです。これはね、18時までします。嬉しい、みんな。あ、なんかすごいさ、30位とかそれの下の人とかまで知ってる人がいっぱいいて、
みんな頑張ってくれてると思って嬉しい。ちょっと開かないんですけど、これアスター公演来る人いる？もう何人かいた気がするんだよね。なんか本当にイベント期間中にみんなと会えるのがすごい嬉しい。ニキビができた。ニキビできちゃった。美人百科を開けてみる。かわいい。3月号の付録がめっちゃかわいいんだ。え、かわいいノートノートみたいになってる。かわいい。かわいい。やだ、なんか隣に並びたくない。もうさ、私が好きなモデルさんばっか出てるんだよね。泉理香さん、田中みな実さん、うん、ミルキーさんとか、江藤美沙さん、乃木坂の、かわいい。やっぱ春だからなんか色物が多いね。花柄とか。え、みおりんさんも出てる。へえ、すごい。アイドル系が結構多いのかな。
次の18時までって書かないと。今日祝日なんかさ、外出たらめっちゃ人多くてびっくりした。今日さダウンジャケット着て行ったんだけど、人じゃなくて暑すぎてもう服装ミスったと思って、朝早く家を出たから次はこちらです。20時から21時ね。かわいい、かわいいしか出てこないんですけど。なんか美人百科ってなんか春の雑誌って感じがする。花がついてるからそういうわけではないと思うんだけど、なんか美人百科春に似合う、春が的確なファッション誌って感じ。春服装に困ったら美人百科買っとけば間違いないっていうくらい、春服ファッションがもうパーフェクトすぎて、なんか持ってるもの全部買いたいってなっちゃう。私の好きなサウナも乗ってました。すごいサウナも乗ってた。サウナの基本ってめっちゃ載ってるんだけど、やばい、めっちゃサウナ行きたい、めっちゃサウナ行きたくなってきた。
おすすめのサウナとか載ってる。料理レシピも載ってますね。体に良さそうなレシピが書いてあります。これを配信中作っても楽しそう。料理配信見たい。敷地サウナ行きたい。あ、ね、敷地サウナいいよね。私も行きたい。めっちゃ行ってみたいんだけど、行ったことないんだよね。そろそろ3週目です。ありがとう。星集めてくる。ありがとう。なんかさ、いいね、雑誌っていいね、楽しい、見てた。久々に見た。私結構こういうさ、細かいとこまでめっちゃ読む。昔はさ、このモデルさんしか見てなかったけど、なんか人が語った文章とかたまに載ってるんだけど、そういうのめっちゃ見ちゃう。今それ見てる。あ、そうそう、なんかコラム的な、なんか面白いんだよね。ちょっとした占いとかも書いてるの。
ローしました、ありがとう。なんかすごい3月号に、美人百科の3月号にまた、はい、ショールームとは違う配信、ビゴライブっていうライブサイトのなんか1位になった方とか2位になった方とかが載ってる。すごい。こんな感じで乗るのかな、私たちも。すごい。めちゃめちゃ参考になる。可愛い。そして春だから色物がね、もう何回も言うけどいっぱいあって可愛い。サムライジャパン勝ったよ。え、勝ったの？なんですか？え、1位？テレビつけようか。ニュースつけよう。待って、見たかった。ちょっと今ね3月号見たから4月号を
見てみたいと思います。この春は何色の服がブームですか？意外と今年流行りは赤なんだよね。私いろんなブランドとかお店とかでめっちゃ赤流行ってて、なんか冬のイメージだったんだけど、今年の春はなんか GU とかユニクロでもその濃い感じの赤とか結構販売されてて、雑誌とか見ても赤多くて、なんか赤のトップスにした白いスカートとか、下でなんか華やかさをスカートとか白で春っぽさを出すみたいな、なんかめっちゃおしゃれと思って、私赤の服あんまないんだけど赤挑戦したいなって思ってる。ほらこんな感じとか、ちょっとちらっと可愛い赤。あとはもう定番のシャツとかイエローとかピンクはもう欲しいなって思っている。私もね揃えたり最近してる。赤可愛いよね。赤本当に可愛いのよ。そうでも難しそう。でもね絶対下が赤と白絶対合うから、赤と白でどれだけ春っぽさを出せるかっていう、まだ赤の服はないんだけど、あの次があの春服の配信をしようかなと思っているので、2時間にわたり21時から22時と20時から21時と23時から24時の2時間分、なんか最近買ったものとかあるから春服を紹介したり、持ってる服で春服をちょっと紹介していこうかなって思ってるので見てください。なんか前回この間おとといやったかなの春、まあ、冬今年着てた服ニットとか冬服のファッションショー紹介がすごい好評で、1時間やる予定が2時間やったので春服も2時間やろうかなって思ってます。そうでもなんか自分がこんなに長く配信できる人だったんだと思ってちょっとそこにびっくりした。そうそう、楽しみ、ありがとうみんな前回もみんなスクショしてくれたりして、あとは昨日のねメイクもあのファンの方が私の使った商品とかをメモってくれてたみたいで、あの使ってた私のコスメみたいのを紹介した画像を作ってくれて送ってくださった方がいたので、また後で、ね、SNS に載せたいなって思ってるんですけど、そういうのもみんな時間を作ってそういう画像作ってくれたりとか応援してくれて本当に嬉しい。
うん、私がもうレッスン終わりこんなもうメイクもしないでスピンで申し訳ないんですけど、次はちょっとメイクしてちゃんとファッション紹介しますね。そう、本当に私の強みです。みんなが応援してくれること、そして女性の方しかできないようなね、協力の仕方。だから明日公演で直接ファンの方と会えるのがめちゃめちゃ楽しみです。もうめっちゃ見つけたら手振る手振るあとはめぐみんのね、明日は卒業公演だから、それも皆さんオンデマで結構見ると思うので、そこもチェックしてください。来月からスクール通ってフライヤーとか作れるように頑張る。スクールなんてあるの？そういう作るやつ。すごいですね。3週プラス50カウント完了しました。ありがとう、みんな嬉しい嬉しいです。明日何の髪型しようかな。何がいいかな。みんなは何の髪型が好きですか。私のしてる髪型、ツインテール？やっぱりツインテール？ツインテール見たいですって。ツインテールにしようかな。巻き下ろしね、まあ定番ですよね、私しがちな。デコ出し可愛かった。前髪流してるやつかな、あれも意外と好評だった。いつもやらないけど好評でしたね。みんなツイン見たいって言ってる。ツインしようかな。じゃあツインやってみようかな。ツイン、巻きツイン。でもね、アイドルの夜明けはチーム B 公演はすごいツインが似合う服装、そしてツインじゃないときつい曲とかあるから、ツインは結構してる。アイドルのやけいいかも。最近してるけど最近はツインしてないから、うん、いいかも。巻きで、まあちょっとメイクしてないからあ、三つ編みツインね。でもなんかさ、ツインしそう。髪の毛がちょっと短くなったから、巻いたらちょうど良さそうな感じ。こんな感じですか。
可愛いってありかな。ツインにしようかな明日。みんなの要望に応えて。だってアイドルのうちしかできないからね、ツインなんて。ツインにしようかなと思ってます。でもツインが多すぎたらちょっとあれだけどね。うん、しようかな。じゃあみんながそうやって言ってくれるから。なんかここに久しぶりにニキビできた。まあここもご愛嬌ということで、もうこれぐらいだったらちょっと消せるかもしれない。高めだとねあんまり似合わない。高めはあんまり似合わないです。低めだな。低めで、はい、低めで巻きでやります。いつも髪型迷うからもう決めてくれた方が嬉しい。あと26日も8公演2公演出るからぜひ来てください。もう応募締め切っちゃったかな。応募してよって755にコメント入ってて、みんなしてくれたんだと思って。26日お昼公演申し込んだ。え、みんなも応募してよって。ありがとう。当たるかな。当たるといいね。みんな当たりますように。星集めにいろいろ回ってきたけど、ひだやの配信はキャッチボール感があっていい配信だと思う。え、本当に？静かじゃないかなって。メンバーがいないと結構静かなんだけど、静かで大丈夫かなって思ってたけど、みんなのコメントは拾って返したいなって思ってるから。でもなんか返し、そのただただ話していくとちょっと企画が1日3時間だから、みんながなんか飽きちゃうかもしれないし、このイベントに適してなくなっちゃうから。だからなんか美人百科を、まあ、買ってるのを読んだりとか、あとはやっぱファッション雑誌だからファッション紹介したりとかメイクとか。でも男のファンの人は飽きさせないたびに私のコンビニベスト3とかさ、紹介したんですけど昨日とか。だからね、女性の方も男性の方も飽きないような配信にしたいと思ってるから、なんかそうやって言ってくれると嬉しいな。やりがいが私もあります。ね、そうなの。私がコンビニで買うのはおじさんが好きなものだから、みんなもね買ってくれたんじゃないでしょうか。昨日おとといとセブンとファミマ紹介したので、いろいろ考えててすごい、うん、みんなが予想以上にこんなに頑張ってくれているから、私もみんなに負けないように企画を考えないとと思って、いつも寝る前に何にしようかなって思いながら考えてるといつの間にか朝になってるっていう、そんな
日々が続いて、もう今日で折り返し地点みたいなね。いつも配信楽しいよ、嬉しい。今回は本気さ伝わってくる。え本気ですもん。私なかなかイベント参加しないけど、うん、なんか前回もね挑戦してダメだったので、リベンジっていうことで。心遣いが素晴らしい。いやー、みんなが支えてくれるからよ。うん、私劇場公演がここでこの期間で入って、えマジかと思ったの。時間削られちゃうし、なんかタイムスケジュールもちゃんと組めないだろうし、何時頃とかなっちゃうから。でも逆に今やっぱ劇場公演をやって、イベントもやってみて、この期間中にイベントがあってよかった、この期間中に公演があってよかったなって思った、うん、みんなと会えるし、逆にその忙しさがなんか楽しいなって思えたし、だって忙しいのっていいことじゃん、やっぱりね。そうだし、劇場から配信するのもめっちゃ久々で楽しかったしさ、このイベントをしなきゃできないことだってあるし、わからなかったこともあるし、成長できないこともあるから、なんかいつもと違うことをしてるなと思って、だからそれだけで楽しいなって思う。今さ、こうやってやったらさ、目のとこに ライトがあって、めっちゃびっくりしたんだけど、自分ってこういう目だったっけと思って3週終了しました、ありがとうみんな。体調管理だけはしっかりね、ありがとう。そうそう、昨日ねめっちゃ胃が痛くなったんだけど、薬を買って飲んで、今日は本調子ではないけど、でも昨日よりは大丈夫なので、明日の公演頑張れると思います。明日2公演だったらさすがにちょっとやばかったかもしれない。うん、そうそう。あとね、この間チーム B 公演が女性公演があったみたいで、私のファンのみんながねめっちゃ期待してて、出る出るみたいなで、応募するよって言って応募してた方もいたみたいで、まさかの私は出ないっていうね。みんながっかりしてたみたいだけど、また女性公演はあることを願います。そしたら私の女の子のファンはみんな入れるんじゃないかなってもう期待してるから。うん、8公演でね、女性公演ないのかな、土日は女性公演ではないの。なんかいい匂いしそう。ひだじょが残念がってました。なんかみんな張り切ってきそう、めっちゃ可愛い服と可愛いメイク、そして可愛いうちわ作ってきてくれそう。女性公演行ってみたいです。女性公演あったら絶対入りたい。嬉しい。緊張する、女性公演絶対緊張する。緊張するのかな、楽しいのかな、どっちなの。でも楽しい方かな。ロビーで見ロビー見できるの、女性公演の時。ロビー見も女性だけなのかな、それは男性 OK なの、ロビーの時。女性公演のロビーは男性 OK なのかな。 OK だったら男の人めっちゃロビーに集結しそう。前は入れなかった、だって。え、そうなんだ。え、じゃあロビーも女性、すごっ。
え、人数変わらないよね、きっと。人数変わらずロビーでも、あ、劇場の人数今300人、250人ぐらい満帆で入ってるから250人、女性250人ってこと。250人の女性がいるってこと、すごいね。写真だけ買おうとしたけど入れてくれませんでした。あ、そうなんだ。でもそこも徹底してるのすごいよね、さすが AKB。 さすが AKB だ。ロビーも女性、もうその日はもういろんな香水で混じりそう、匂いがふわって。ね、まあそういう日があったらいいな。26日は普通の公演と土曜日日曜日、私が最年長なんだよね。ちょっとお姉さんらしく頑張ります、お姉さんらしく頑張ります。その日のために香水買いそうね。そしてその日のために服買って、その日のためにみんな髪とか美容院でやってきそう、かわいい。あやかさんが紹介したジュース完売してました。え、本当に？私この間の劇場公演の時に劇場の販売機で売ってるジュースを買ったんですね。オレンジの炭酸の 100% のジュースで、それを劇場公演の合間の配信の時にこれ買いましたって七瀬と言ったら、今売り切れてたってファンの人が言って、え、すごい。じゃあ次何のジュース紹介しようかな。26も応募したよ、絶対当てたい。まだ当選は来てないのかな。みんな応募してね。土日土曜日日曜日だから、休日だからみんな応募できるかなって思いますね。うん、あと10分くらい。しずくも残り少ないから、もうみんな見に来て。メガネ、これはね銅入ってないんだけど、すっぴんだからちょっとかけてます。雫公演だけ当たらないです。だからね、倍率高いんだよ、みんな最後だからって。多分エイトのファンじゃない人も応募してんじゃないかな、もう見れなくなるからって言って。レイちゃんと姉妹で見れるの楽しみね。私とレイちゃんを好きな人結構多い。今日レイちゃんと会ったよ。あやちゃん久しぶりって。レイちゃんは結構ね LINE してる。うん、やっぱ倍率高くなってるんだ公演の。26日チーム B、 チーム B 兼任4人で半分だもんね。え、そうなの、半分いるのってことは、私ハルピョン、レミちゃん、レミちゃんいるで、レイちゃん、あとユーナ、あ、まあ B じゃないのはユーナ、あと誰出る、あ
と3人ふがりいる。ミッサー私より年下でしょ。ミッサーカレンちゃん、ミッサーカレンちゃん、ルンバ、あれルンバじゃない、あ、キョウカちゃん、あ、レミちゃんじゃなくて、私、ハルピョン、レミちゃん、キョウカちゃん、レイちゃん、え、5人じゃん、5人いるよ、え、5人いるよ、すごい、 B が5人いる、 B 公演じゃん。カレンちゃん、ユーナ、ミッサーが違うチームだ。え、すごいね、すごい。でも2公演あるから絶対当たってほしい。絶対当ててね、みんな。もうイベント終了2日後で、その日は。もうみんな応援してくれてありがとうってお礼言いたいし、みんなのお顔も見たいので。応募したみんな。さっきしたって言ってくれたよね。確かに B 公演やりそう。すごい、すごくない、初めてじゃない、そんなの。応募したよ。え、これ当たるでしょ多分、みんなどうなんだろう。したけど明日当たってるからな。ね、どうなのかな、どうなのかな。ドル明けの曲なんかやって、じゃあビースターズでもアンコール明けやりますか。ビースターズね、B の衣装可愛いからね。最後のアンコールの衣装が紫のフリルので、靴がシルバーのキラキラのヒールでめっちゃ可愛いんですよ。あれはね、今回の新チーム B になって新しく自分用に作られた衣装だから、サイズも自分ぴったりだし、色味もピンクと水色と紫があるんだけど、私は紫にしていただいて、めっちゃ可愛い。この袖のねデザインもみんな違って可愛いの、あれが。すごい、自分の衣装にやっぱさ、自分の衣装って名前書いてあるから嬉しいよね。うん、ということで、こんな夕方の時間にね、みんな見てくれて、休日なのにありがとう。次は20時からじゃーん、20時から21時で、春服ファッション、最近買ったものとか元からあるものとかでなんかコーディネートできたらなって思ってます。星集めはちょっとこれで紹介しようかな。せっかくなので、次はね1時間半前なので18時半
までにステップ、星満タン、そして1時間後の19時半に捨て星ですかね。はい、あ、ファッションショー楽しみです。まあ、じゃあ3周投げの説明、あ、え、ちょっとやばいやばい、待って、3周投げの説明しようと思ったんだけど、ランキングを読みます、時間やばいので。1位、エンヒレマヨちゃん、ありがとうございます。2位ノブさん、3位カモちゃん、4位キャプテンアクアさん、5位あやちゃん、6位ピータさん、あれ変わった。1位エンヒレマヨちゃん、2位ノブさん、3位カモちゃん、4位ミハルちゃん、5位キャプテンアクアさん、6位あやちゃん、7位ピータさん、8位カッちゃん、9位もう少しねさん、10位クリスティアーノ台湾さん、11位ピアノマンさん、12位スイタカくん、13位庭のワニあと DD さん、14位トリオヤジさん、15位リュッケさん、16位虹色の空さん、17位ミンミンさん、18位エルフさん、19位刀剣太郎くん、20位こうちゃんです。皆さんありがとうございました。はい、ということで3周投げの説明しようと思ったんですけど、時間来ちゃいそうなので、次のルームでちょっとあのイベントのこうやり方とかを、まあ、改めて説明できたらなと思ってるので、まあ、次は春服美人百科っぽく紹介コーディネート組めたらなって思ってるので、皆さん星集めも大変だと思うけど、ぜひ見てください。ありがとうございました。みんなありがとう。ありがとうございます。